感心しないな、神名綾人君。ね、この部屋への入室許可は出していないと思うが。あ、綾人、ダメじゃないの。すみません。ここは寺の中でも最重要機密を扱う場所だ。許可なく勝手に出入りされては困る。申し訳ありません、司令。司徒隊、君に言っているのではない。私は彼に言っているんだ。いや、待たせてすまなかったね。うん？三人ともどうかしたのかね。神名君に注意を与えていたところです。すみません、これからは気をつけます。いいじゃないか。若い頃は好奇心旺盛なものさ。僕は構わない。長官。まあまあ、そう目くじらを立てずに。渡り長官。綾人君、ここに来たかったらいつでも来ていいんだよ。え、いいんですか。構わんさ、君は特別だからね。とは言っても気楽に来づらい場所ではあるかもしれないね。退屈してたのよ。私は人数に入ってないのか。なんか言いづらいな。どうしたの、渋い顔して。叱られちゃったのかな。まあそんなところです。ここの自販機最近調子が悪くて。あ、コップが2つ出たりしますよね。ん、神奈、私の顔に何かついているのか。怖い顔してるからよね、綾人君。そんなんじゃありません。なんだ、苦虫を噛みつぶしたような顔をして。いえ、何でもないです。ははん、さては叱られたな。そう見えますか。先日ここの自販機で当たりを引いたよ。当たりって引いたことがないな。あんまり勝手なことをしないでね。ごめんなさい、はるかさん。私はいいのよ。綾人君が叱られるから言ってるのよ。司令官、少しここにいても構わないでしょうか。長官がいいという以上、仕方あるまい。長官、いろいろとご迷惑をおかけして。君が謝ることはないさ。なあ、綾人君。はい、すみません。なんだ、まだ何か用事があるのかね。いえ。興味本位で勝手なことをされては困るな。はい。
動隊、まだ何か？いえ、司令官、報告は以上です。固いことは抜きにして気楽にやろうじゃないか。ありがとうございます、渡さん。いや、礼儀正しい少年だね、君は。いえ。どうだね、はるか君、お茶でも一緒しないかい？いいえ、ご遠慮します。あ、僕も遠慮します。どちらにも振られてしまったな。はい、こちら司令官執務室です。長官、連合統括部より通信です。連合から？またいつものやつかな。おそらく。あの、僕外に出てましょうか？いやいや、気にしないでいいから。指導隊、通信をつないでくれ。はい、音声つなぎます。こちらは地球連合統括部五課です。いや、どうも、テラの渡りです。かねてより要請していた 5A オーパーツの引き渡しの件ですが。引き渡しの件？十分なデータが集まっていないため引き渡せないということでしたが。そういえばそうでしたな。あれから何度かムーのオーパーツ、ああ、我々が D1 と呼んでいるあれですの。ええ、それとの戦闘においてしかるべきデータはすでに整っているというのが連合の見解です。その 5A オーパーツがムーにおける現在唯一の抑止力となっている。その事実はそちらもご承知のはず。連合もそれを配慮してそちらに対応しているのです。あくまでも対応です。連合の科学調査分析班も直接調べたいと希望しています。連合として速やかな返却を求めます。これは連合から参加組織テラへの正式要請です、長官。そう言われましても、何しろあの 5AO パーツは自立活動を行います。ユリシーズから逃げ出したことでもこれは立証されているでしょう。その自立活動で連合に来るのを嫌がるとでも？大いにあり得ます。ここにいてくれるのはネリア遺跡があるためではと思われます。それとても事実かどうか分かりませんが、そちらの要求に従った場合自立活動も制御できず、オーパーツも失われる可能性があります。そうした場合ムーの攻撃を一体誰が止められるのでしょう。その責任はどなたがお取りになるのでしょうか。世論もさぞかし騒がしくなると思いますが。こちらの研究データはいつも通り送らせていただきます。それで満足していただけるよう連合科学局をなだめていただけませんか。検討し再度連絡いたします。よろしく頼みます。ではこれで失礼。さすがね、長官。うん、渡さんって結構自立活動ね。ハヤト君のことは一言も漏らさずか。お疲れ様です、長官。いやー、
疲れた。紫藤隊、それから神野綾人君、席を外してくれ。これから少し長官と話をする。はい、では失礼します。僕も失礼します。また遊びに来たまえ。いつでも歓迎するよ、綾人君。そうします。今度はちゃんと許可取って。いいのですか？いえ、何でもありません。君が気を使うこともないだろう。はい、今はこれでいいんだ。健康診断だとさ、必要ないと思うがな。マエストロに言わせれば、健康管理はもちろんのこと、それを他人に証明するのはパイロットの義務なんだと。私もそろそろ健康が気になる年でね。若いうちは誰だって自分をスーパーマンだと思っているものさ。あの長官の政治的手腕に関してだけは一目置いているがね。渡利長官のこと、ただのとぼけたおじさんだと思ってたでしょう。私あのおじさん好きだな。お土産もセンスいいし。さっきから腑に落ちない腑に落ちないって呪文みたいに唱えてるのよ。さっきから首をひねってばかりなんだけど、どうしたのかな。渡利長官のお土産の話をしてるんだ。キャシーがもらったものを聞くと、これが全部まともなものなんだよ。俺たちがもらったものって、なんつうか下手物が多いよな。キャシーと俺の土産には明らかに傾向が違うんだ。俺とヨモダのもらった土産は大体似たようなものなんだ。もしかして長官って人によって渡す土産を選んでないか。陸道のおじさんと長官って昔からの知り合いだそうよ。ともあれ、渡利長官のおかげでラゼフォンを接収されずに済んだわね。長官は時々おじさんの家に遊びに来るから、私も恵みも顔は知っていたわよ。ああいう交渉事はクヌギ司令には任せておけないわね。なんて偉そうだけど、綾人君だってそう思うでしょ。お姉ちゃんは渡利長官のことちゃんと覚えてるんじゃないかな。渡利長官のこと小さい頃はお土産おじさんって呼んでたな。
ギ司令もおじさんと知り合いらしいね。キムも渡利長官のことは尊敬してるって。渡利長官ってテラの創設メンバーの一人なんですって。渡利長官と陸道さんの付き合いがあったのって対戦前のことでしょ。それじゃあメグは知らないはずだわ。クヌギ司令が政治向きとはお世辞にも言えないわね。適材適所ってことよ。長官のことか。あれが政治というやつだよ。私は苦手だがね。私が政治向きじゃないって彼女の言う通りだよ。彼女のことは子供の頃から知ってるが、あれでとても優しい子だよ。ゼフォンはあなたのもの、オリン。オリンの心にハルカはいるの？渡利長官ならまたすぐ出張に出られたんじゃないかな。やあカミナ、少々聞くが、テラ本部にはここからどうやって戻ればいいのかな。渡利長官は二人だって見出しはどうかな。まあ実際のところあんな多忙な人は見たことないよ。